こんにちは、編集長のケンです。今回は東京から2時間以内で行ける海鮮料理がすごい温泉宿を過去に実際に泊まった中から10箇所厳選して紹介いたします。東京から2時間で行ける範囲はこちらです。飛行機を除く電車や車を用いて Google マップを使用し計算してみました。実はこの範囲は豊かな海に囲まれた海鮮天国なんです。世界一魚種が多い東京湾、日本一の深さを誇る駿河湾、海産生物の宝庫相模湾、黒潮の直撃する房総半島などに囲まれていて、まさに海鮮天国。そこで今回は実際に泊まって感動した海鮮と温泉を堪能できるホテルや旅館を10カ所厳選してみました。東京から手軽に非日常の宿泊を楽しみたいという方の参考になりましたら幸いです。それでは早速本題へ参りましょう。千葉県南房総千倉にある美味しい温泉夢岬、東京から車で1時間44分でアクセスできます。その名の通り温泉と料理が自慢のホテルで、日本全国から食いしん坊が美食を求めて集まります。巷では食のパワースポットと呼ばれているほどです。特に海鮮にはこだわりが強く、地元房総の魚はもちろん、日本全国から旬の今一番美味しい魚を仕入れています。仕入れ力、目利き力は超一流で、私は何度も泊まっていますが毎回感動させていただきます。季節ごとの旬の海鮮を味わえるので、いろいろな時期に何度も泊まることをお勧めします。温泉は目の前に瀬戸浜と太平洋が広がる圧巻のオーシャンビュー、展望露天風呂付きなど客室の種類も豊富です。料金は客室やプラン、時期によって様々ですので、概要欄のリンクよりご確認ください。ちなみに私が泊まった時は2人で1泊5万円弱でした。南房総の美味しい温泉夢岬でした。千葉県南房総千倉の銀鱗荘ことぶき、東京から車で1時間47分でアクセスできます。寿司屋が経営する旅館で、握りを中心とした海鮮料理が自慢です。特徴としてはボリュームがとにかくすごい。私は大食いが人生で唯一誇れる特技なんですが、そんな私でもお腹がパンパンになるほどボリューム満点の海鮮料理をお腹いっぱい楽しめます。それでも全て新鮮で美味しいから最後まで食べれてしまいます。朝食もボリューミーな海鮮で、まさに海鮮尽くし。温泉は全部で4カ所の貸し切り温泉があります。特に最上階にある展望露天風呂波クジラは開放的で、波音を聞きながら入浴を楽しめます。料金や詳細は概要欄のリンクを確認していただきたいですが、私の時は2人で1泊4万円ほどでした。この食事のボリュームにしてはかなりリーズナブルでコスパがいいと感じました。寿司屋の宿、南房総銀鱗荘ことぶきでした。静岡県東伊豆、熱海の少し奥、網代にある大成館。東京から電車で57分でアクセスできます。魚への愛を感じる華やかな海鮮懐石料理が自慢の老舗旅館です。目の前の網代港で水揚げされた新鮮な魚介類を、料理人の巧みな技で華やかな海鮮料理として楽しむことができます。特にこの地魚船盛りは個人的に感動しました。その日水揚げされた新鮮なたくさんの種類の地魚をお刺身でじっくりと食べ比べができます。
お好みでしゃぶしゃぶにできるのもポイントです。プランによってはこの船盛りはついてこないのでご注意ください。温泉は目の前に網代湾が望めるオーシャンビュー。遠く熱海や真鶴半島を眺めることができます。東向きなので朝日の時間帯は特に感動的です。さらに自家所有の源泉かけ流しで良質な温泉をじっくりと楽しめます。料金は2人で1泊4万円弱と割とリーズナブルでした。伝統とモダンが調和した宿、東伊豆の大成館でした。千葉県内房岩井温泉の網元の宿六夜、東京から車で1時間16分、電車で1時間47分でアクセスできます。世界最大の旅行サイトトリップアドバイザーにて受賞歴もあるほど世界的評価の高い温泉宿、漁師直営で地魚海鮮料理を心ゆくまでたっぷりと堪能できます。六夜は網元、網元というのは自分で船と網を持っていることを言います。朝獲れた地魚を市場を介さず直接宿に仕入れることができるので、圧倒的な鮮度の地魚を低価格で提供することを実現しています。ついさっきまで目の前の海で泳いでいた地魚を料理人の確かな腕で調理、ただ新鮮なだけでなく血抜き、神経締めなど的確な処置が施されているので至高の領域です。刺身というのは実は奥が深く、魚種によって美味しくなる熟成期間は様々。魚を熟知した料理人が魚種ごとに的確な仕立てをしているので究極の海鮮を楽しめます。質・量ともに完璧な海鮮料理に感動の連続です。温泉は敷地内から湧く天然湯元温泉を貸し切りで楽しめます。貸し切り浴場は全部で8カ所もあり、すべて無料で利用可能。趣の異なる浴場で湯巡りすることができます。料金は2人で1泊3万円台とかなりリーズナブルでした。しかしこれは時期やプランによってかなり変わりますので、細かい料金を知りたい方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。漁師直営究極鮮度の宿、内房の網元の宿六夜でした。千葉県南房総館山の六座、東京から車で1時間20分、電車で1時間58分でアクセスできます。先ほど紹介した網元の宿六夜の六夜グループが経営する宿で、六夜より高級な上位ホテルという位置づけです。トリップアドバイザーにてトラベラーズチョイスアワードを受賞した経歴があり、まさに世界が認めた宿。館内は高級感にあふれた世界が広がっています。六夜同様、ホテルで船と定置網を持つ網元で、朝獲れた新鮮な地魚をホテルに直送で仕入れているため、圧倒的鮮度を実現しています。新鮮地魚を美しい料理に昇華させた海鮮コースは究極の美食、食べるのがもったいないくらいの芸術作品のオンパレードです。六夜に比べて量は少ないですが、とにかく盛り付けが美しく華やか、高級感にあふれています。温泉は南房総の海のミネラルを豊富に含んだナトリウム塩化物温泉、目の前に広がる館山湾を望む絶景の温泉です。館山湾は鏡ヶ浦と呼ばれていて、鏡のように波が穏やかで美しい湾です。夕日が水面に映る様は息を呑むほど美しいです。料金は2人で1泊8万円ほどと六夜のおよそ倍ぐらい、
高級ホテルです。世界が認めたビアド、南房総のロクザでした。静岡県東伊豆、熱海のニュー富吉。東京から電車で1時間24分でアクセスできます。地魚三昧の磯料理と絶景オーシャンビューの温泉を楽しめる海と過ごす老舗旅館です。海鮮料理は伊勢海老付きの地魚船盛りが自慢。伊豆の海が育んだ絶品の地魚をたっぷりと堪能できます。また伊豆の名産金目鯛の煮付けも必見。ボリューム満点で心ゆくまで海の幸を楽しむことができます。温泉は7カ所の無料貸し切り露天風呂で湯巡りすることができます。特に最上階にある3カ所の温泉は目の前に長浜を望む圧巻のオーシャンビュー、熱海の名湯に浸かりながら伊豆の絶景を眺めることができます。料金はプランによってかなり変動するので、概要欄のリンクをご覧ください。海と過ごす宿、熱海のニュー富吉でした。千葉県南房総の千里の風。東京から車で1時間51分でアクセスできます。南房総で複数のホテルや飲食店を展開する花しぶきリゾートが経営する系列ホテルで、自社保有の定置網から直送された地魚料理が自慢です。さらに海鮮を中心とした食べ放題ビュッフェもコース料理と同時に利用可能で、満足いくまでお腹いっぱい料理を楽しむことができます。コース料理の目玉は名物二段船盛り。定置網で獲れた朝どれ鮮魚と、上段には鮮魚カルパッチョが。ビュッフェの目玉は浜焼き。サザエやハマグリ、ホタテなどをオーダー後にスタッフの方が焼いてくれるので、焼きたてをお腹いっぱい食べることができます。温泉は平砂浦を目の前に望む圧巻のオーシャンビュー。太平洋から吹き抜ける海風を感じながら、ゆっくりと開放的な入浴を堪能できます。泉質はナトリウム塩化物温泉。少し黒みがかったお湯で海のミネラルをたっぷりと含み、肌がすべすべになります。料金は船盛り付きプランにすると通常のビュッフェプランよりも1万円ほど上がります。詳しくは概要欄のリンクを参照にしてください。名物二段船盛りと食べ放題のホテル、南房総千里の風でした。千葉県南房総館山のザ・シンラ。東京から車で1時間45分でアクセスできます。先ほど紹介した千里の風同様、花しぶきリゾートが経営するホテルで、系列の中で最上位に位置する高級リゾートホテル。令和元年にリニューアルオープンしました。あなたに究極の美食体験をというコンセプト通り、海鮮を中心とした料理は極上。シンラは定置網漁船を自社保有している網元で、毎朝地魚を仕入れているため、まさに究極鮮魚。地産地消がテーマであり、鮮魚をはじめ館山産の食材にこだわった料理を提供してくれます。盛り付け演出が特に素晴らしく、五感で海鮮料理を楽しむことができます。温泉は千葉県で一番高い海抜50メートル、太平洋の大パノラマを一望する天然温泉大浴場が圧巻です。空と海と温泉が一体化したように見えるインフィニティデザインを採用しており、幻想的な入浴体験ができます。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉で、体の芯から温まります。さらには客室も開放感抜群だったり、
湯上がりどころではハーゲンダッツを無料で食べれたり、とにかくサービスが豊富で夢のような宿泊体験を楽しめます。料金は客室や料理プランによって幅広く、スイートだと2人で1泊10万円弱にもなります。客室にこだわらなければ比較的リーズナルに泊まることができますので、詳しくは概要欄のリンクを見てみてください。美食にこだわる大人のためのラグジュアリーリゾート、南房総ザ・シンラでした。神奈川県箱根、仙石原の箱根風雅。東京から電車で1時間50分でアクセスできます。本動画では唯一の山である箱根より紹介です。実は箱根は相模湾の台所小田原港と駿河湾の巨大な港沼津港に至近なため、新鮮な魚介類を仕入れやすい立地なんです。箱根風雅は人気別荘地仙石原に佇むホテルで、まるで別荘に滞在しているかのように大人の時間をゆっくりと静かに楽しむことができます。ライブキッチンによる創作和洋懐石はとても優雅。特に海鮮料理は絶品です。沼津港や相模湾で揚がった新鮮なお魚の作りや、鮮やかな前菜。養殖のテクニックを取り入れた魚料理はまさに美食。量はちょうどよく、一つ一つのクオリティがとても高いです。まるでアートのような見た目が鮮やかです。温泉は静かな自然に囲まれた落ち着く空間。箱根の名湯強羅温泉を引いており、ゆっくりと優雅な入浴を楽しめます。スタイリッシュな美食体験、箱根仙石原の箱根風雅でした。千葉県南房総須の崎にある風の庄。東京から車で1時間46分でアクセスできます。房総半島の先っぽ、突き出すように細く伸びた須の崎のさらに最先端にあるホテルで、豪快に広がる磯と海風を感じながら自然と一体化したように滞在できるホテルです。老舗ですが近年リニューアルを繰り返し、客室がとても綺麗になりました。自慢は地魚をふんだんに使った海鮮料理。客室によっては部屋食にすることもできます。特に旬の地魚の船盛りは伊勢海老も入って超豪華。季節によりますが、アワビの踊り焼きや金目鯛の煮付けも出て、房総の海の幸をこれでもかというくらいに楽しめます。温泉は天然の須の崎温泉で、ナトリウムを多く含んだ泉質はとても滑らか。特に客室露天風呂からの景色は開放的で、夜は周囲に街灯が少ないので、満天の星空を眺めながら入浴することができます。最果ての名宿、南房総風の庄でした。いかがでしたか？今回は東京から2時間以内で行ける海鮮料理がすごい温泉宿を10カ所紹介いたしました。東京周辺は豊かな海に囲まれているので、海鮮自慢の温泉宿はたくさんあります。ぜひ今回紹介した宿に足を伸ばし、都会の喧騒から離れリフレッシュしてみてはいかがでしょうか？今回の動画は以上でございます。今後も皆様の旅が素敵な思い出になるような動画を発信していきますので、ぜひ夢旅のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。